豆入れを折ります。まずこちらを半分に折ります。いただきます。こちらを巻くように折っていきます。こちらが少し残るようにします。広げます。こちらの部分を三角に折り目をつけます。反対側も折り目をつけます。こちら折り目の交点から内側に折ります。戻して反対側も折ります。こちらの角から斜めに折り目をつけます。反対側も折り目をつけます。次にこちらの折り目から真ん中の折り目まで折ります。戻します。折り目で折りたたみます。次にこちらの折り目で折りたたみます。こちら中に挟み込むように折ります。こちら外側に倒します。
じゃな部分に顔を描きます。こちらで完成です。